こんばんは。ウェザーニュースキャスターの鈴木里奈です。5月16日水曜日の全国の天気をお伝えします。西日本や中米エリアは雲が主役の空となります。日差しの届いているところもだんだんと雲が多くなりそうです。北海道も雲が主役の空となり、だんだんと雨の降るところがありますので、折りたたみ傘をお持ちください。東北の太平洋側や関東のエリア、こちらは日差しが届きます。気温がぐんと上がりますので、熱中症に要注意です。また雲の広がるエリアも気温は高めとなりますので、暑さに注意をしてください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。